L 級駆逐艦はイギリス海軍の駆逐艦の艦級。J 級をもとに大型化し、新型の50口径 12cm 連装砲を搭載した艦として1937から8年度計画で8隻が建造されたが、砲の製造遅延のため、4隻は45口径 10.2cm 連装工格砲に変更して建造された。イギリス海軍では、 1927から8年度の A 級より45口径 12cm 砲を装備化し単装砲がと組み合わせて駆逐艦に搭載してきた。その後、駆逐艦の放火力強化の要請から連想化が施行され、まずマーク9を元にしたマーク12が開発されて1935から6年度で建造された大型駆逐艦であるトライバル級で搭載された。 これと並行して密閉放出の砲塔を採用するなど設計を刷新した50口径 12cm 砲の開発が進められており1937から8年度計画間での装備化が計画されていた当初計画では1937から8年度計画間は JK 級に準じた設計になる予定であったがこの新型法の重量は 想定を超過し、これを搭載するためには、トライバル級に匹敵する大型化が求められた。1937年12月、海軍本部委員会は、この解説系を認可し、これによって建造されたのが本級である。基本的には、前年度計画の J 級の拡大版となっており、選手同型、単煙突という基本構成も同様である。なお本級より、 居住区画外反の適宜な位置に幻想と同じ高さで、紙型開きの緊急脱出窓が取り付けられた。ただし、波浪の打ち込みを考慮して、間室より前方では、選手楼乾板区画のみに設けられている。また50口径 12cm 砲搭載艦では、密閉放出化に伴って、ブラストスクリーンが廃止されている。機関構成も J 級のものがされており、ボイラーは、 アドミラルティ式三動型水管ボイラータービンはパーソンズ式オールギアードタービンを搭載した。ただし管型の拡大に対応して蒸気温度は可視にして40度上昇して摂氏348.9度となった。圧力は変わらず 300LBF、イン2である。また電源も強化されており、主発電機として用いられるタービン発電機の出力は、 税給の1 5 0ットに対して2 0 0ット、低白発電機として用いられるディーゼル発電機も、出力6 0ットに増強された。蒸気の経緯より、官報としては、新開発の50口径1 2トル砲を、連装のマーク、XX 砲頭3基と組み合わせて搭載する、計画とされた。これは、最大行革を50度に増すとともに単独不行に、対応。 砲塔は電動油圧駆動であった。また砲弾も従来の方のものは重量50ポンドであったのに対して62ポンドに増しており弾丸と薬莢はそれぞれのホイストで双方の方の中間に挙げられる方式とされていた。しかし構造が複雑で製造が遅延したことから1940年3月12日の決定に基づき前期建て増館4隻では 設計を変更し、45口径 10.2cm 砲をマークジックス砲画と組み合わせて連装広角砲として4機搭載した。砲位板としては新開発のマーク 4TP 砲位板が搭載された。これは DCT の警譜に属するもので気力操縦を導入していたが、設計完了後に追加装備された285型レーダーとの連動は不十分であった。 これと連動する射撃板は、対空用としては、FKC、対水上用としては、アフックが搭載された。対空兵器は、トライバル級、J 級と同構成となり、39口径 40mm、4連装機銃1機と62口径 12.7mm、4連装機銃2機が搭載された。一方、艦砲などの重量増加を代償するため、インチ、 魚雷発射管は IJ9 が5連装であったのに対し、本級では4連装に削減された。当初計画では39口径 40mm4 連装基準をもう1機搭載することも検討されたが、これは断念されたことから、期機立造艦ではその分のスペースを使って4連装魚雷発射管がもう1機搭載された。しかし、 第二次世界大戦の戦訓を踏まえた1940年の決定に基づき、後期立て造艦では、後部魚雷発射艦を撤去して45口径 10.2cm 単装砲を搭載する回収が行われたほか、全艦で70口径 20mm 機銃の装備が行われた。また本級では、春高時よりレーダーの装備も行われた。DCT4 以外には、 即興用の285型レーダーが搭載されたほか、前章には早期警戒用として281型レーダーが搭載された。またその後、281型は286型へと更新されている。建造、収益した時期が第二次世界大戦の激戦期にあたることもあり、終戦までに5隻が撃沈され、2隻が大破し、 前損判定を受けての廃棄処分となっている。終戦まで唯一健在であったルックアウトも終戦とほぼ時を同じくして予備役編入され、1948年にスクラップとして解体された。ウィキメディアコモンズには L 級駆逐艦に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。